前景環状跡の桜勘定は、明治元年、函館戦争の直前に、正木藩により都東国飛山軍の館に建造をされた日本の城である。従来の本拠である、正木城に対し、新城とも言う。完成直後に、旧幕府軍の攻撃を受け、落城した。国の史跡に指定されている。江戸地を支配する正木藩は、正木城を本拠としていたが、 明治元年7月に起こった正義隊のクーデターにより、尊能派に転じた後、旧幕府軍の攻撃に備えて内陸部に新城を建設することとし、9月1日、函館府に築城を願い出るとともに工事に着手した。正木城,城は漢方射撃を受ける恐れがあること、従来の漁業、公益経済からの転換を図るため、 アスタブ川流域開墾の拠点とすることが、八形城追記の目的であった。工事を特管で進めた結果、10月末には、一応の完成を見た。地石1万坪、四方を、幅2軒の空堀で囲み、土塁を巡らし、内側に丸太で柵を作り、西側に表門、北側に裏門を設け、閣内に本丸、役所、武士部屋二棟、まかない部屋、 米倉などを設けたが、本丸以外は簡素な造りであった。城の周囲は、東、西、北が川、南が山に囲まれ、地形では恵まれていた。函館戦争が始まると、旧幕府軍の正木城攻撃に先立ち、正木藩主一族は11月3日艦城に移動。11月5日の正木城陥落後も正木藩は降伏せず、館城。 江差氏を拠点に体制を立て直す姿勢を見せたため、11月10日、松岡志郎二郎が率いる一連隊200名が、館城攻略のため、五稜郭を出発。11月13日に、途中の稲倉石を抜き、11月15日、館城攻略戦が行われた。藩主一族は11月12日に、江差氏に避難して織り勘定守備隊は60名程度、だけであった。 午前9時ごろ攻撃が開始され、1時間ほど激しい、銃撃戦が続いた後、表門の下の隙間から侵入した、旧幕府兵が門を開け、兵が乱入し白兵戦となった。まな板を盾にしつつ、立刀で戦い壮絶な戦死を遂げた正木北家寺の元僧侶である、軍事家田、三上長順の奮戦もあったが、昼頃には落城、消失し、正木兵は敗走した。なお、 ヤカ城には、正木城から運んだ重機、宝物類があったが、旧幕府軍は後日、人に託して、正木藩へ返却している。箱館戦争終結後、正木藩は、ヤカ城にちなんで、立ち藩を名乗った。ありがとうございます。